研究所メンバーの皆さん、こんにちは。宮沢優です。今日はですね、超ピグマリオン効果っていうね、そんなテーマでやっていきたいと思います。子供たちどうですか？皆さんのクラスはね、やる気に満ち満ちていますか？結構そんなことないんじゃないですか？やる気がある子供がいたりね、ちょっとこう意欲の少ない子供がいたりね、結構バラバラですよね、その辺ね。まあいいですよ、そういうもんですよ。みんなが人間ね、全員が全員やる気があっても困るし、全員が全員やる気がなくてもね、困っちゃうみたいなね、そんなことあると思うし、一人一人バラバラでいいと思うんだけれども、やっぱり学習活動をきちんとしてさ、その効果を最大化していくためには、やっぱり子どもたちのやる気っていうのはアップさせたいところですよね。ところがなかなかうまくいかないんだと、そんな先生方に朗報でございます。今日この動画最後までご視聴いただければですね、子どもたちの意欲高まりますよ。そして具体的に行動変容が行われていきます。そのためのアプローチ方法が具体的によくわかると思います。よければ最後までご視聴ください。よろしくお願いします。宮沢優一教育研究所。さあ、本題の方行きましょう。結論こちら、ピグマリオン効果を最大化せよってことですね。この最大化っていうのがミソです。ピグマリオン効果を活用せよじゃない、それを最大化せよってね、そんな動画です。なので超がつくってね、このネーミングセンスゼロの超がつくってね、ちょっとやっていきたいと思います。目次全部でね、3本柱でいきたいと思います。1つ目がピグマリオン効果、2つ目が効果の最大化、最大化、3つ目が注意点ってね、この3本柱でいきましょう。まず1つ目、ピグマリオン効果って言ったらね、皆さん教員採用試験とかでね、勉強したと思います。教育心理学のね、言葉でしたよね。これ何だったかっていうと、まあ、端的に言ったら、他の人からの期待により、仕事とか学習とかの能力が通常よりも向上しちゃうねっていうね、そういう効果のことをピグマリオン効果っていうふうに言うわけですね。これアメリカのね、学者さんのローゼンタールさんっていう方がね、実際に実験してみたみたいですね。能力が高い子どもたちですよ、こっちは能力の低い子どもたちですよっていうね、こう耳打ちしといてですね、先生にね、これは嘘なんだよ、まあ、本当は均質な子どもたちなんだけどね。その耳打ちを受けた先生が実際に指導をしていったら、期待をかけた子どもたち、つまりこの子どもたち能力ある子どもたちですよって言われていた子どもたちがぐっと伸びていったっていうね、そういうことがあったみたいなんですね。これちょっとかわいそうな実験だけれども、まあこれがね、ピグマリオン効果。なんでピグマリオン効果っていう名前かっていうと、これまあ別に豆知識だけどね、古代ギリシャ神話にね、登場する王様の名前なんだって。で、ピグマリオンは自分が掘ったね、女性の像ね、像に恋をしちゃったって。であまりに思い焦がれたためですね、神様がその女性の像を人間に変えてくれたっていうね、そんなお話でございます。そこからピグマリオン効果っていうふうにね、言われたっていうことで、つまりこう期待を込めれば込めるほど、それが実際のね、現実になっていくみたいなね、そういうことだって、なんだそりゃみたいなね、そんな感じだけれども、これがまあピグマリオン効果っていうんだと。じゃあその効果を最大化していくためにどうしたらいいのかなっていうのが目次の2つ目なんだけども、まずですね、君いいね、素敵だね、最高だね、なんてね、言葉言ったってですね、まあそれはその瞬間はいい気持ちになるかもしれないけれどもね、荒いんですよね。叱るべき場面、シチュエーションを作って、子どもたちにその期待感を伝えていってあげましょうっていうことです。全部で8つあります。ありすぎだけれどもね、8つあるんでね、惜しみなくお見せしますよ。こちらでございます。ドン。1つ目、1対1っていうことですね。あなたに期待をしている、あなたはこれからきっと伸びていきますよっていうのを全体の場で言うんじゃなくて、1対1、私とあなた、あなただけの空間、1対1で言うっていうことですね。あなたに期待をかけているんですっていう、それが最も態度として示されるのって1対1だと思うんですよね。2つ目、他の子供がいない場所、ちょっとすぐ廊下のところでダーってなんかこう鬼ごっことかしてたりさ、いけないんだけどね、廊下で鬼ごっこなんで、そういうなんか他の人の存在が感じられるような場所っていうのも嫌だったね、物理的に1対1っていう意味じゃなくて、精神的にも1対1になれるような、その感覚を大事にしていました。3つ目、音のない場所、ちょっと似てるんだけれども、今のねドタドタドタっていう足音だけじゃなくてさ、ピアノのねチャンチャラチャンチャラチャンチャラっていう音が聞こえてきたところの、そういう場所とかあると思うんだけれども、そういうのも嫌だね。音のない場所、とにかく僕とあなたのその空間を邪魔しないような、その阻害要因が一切ないようなタイミング場所でお話をするようにしていました。その方が効果が上がるんだよね。で、4つ目、整体して、話すね、
向きも大事にしていましたね。お互い横に座って前を向いてね、こうお空を見上げながらっていうんじゃなくって、正対して私とあなたでこう見つめ合ってっていうことを非常に大事にしていましたね。その方がね、あの目と目が合うからね。で、今言ったけれどもね、5つ目、目と目を合わせて。正対してもさ、やっぱりこう目が合わないってことがあったりするんだよね。先生ちょっとついこう下向いちゃったりとかさ、上向いてあのなーとかっていう風に言っちゃったりね。そうじゃなくて、きちんと目を見てね、あなたに伝えてるんだよってことを大事にしていましたね。で、6つ目、同じ目線でね。これ姿勢大事ですよ。学校の先生背高いからさ、子供たち、特に小学校のね子供たちなんかまだ背低いからさ、もう結構こういう風にあの見下ろしちゃうことがあるんだよね。そうじゃなくって、同じ目線になるように椅子と椅子に座ってとかっていうことを意識していました。その方がね、心がね、あの伝わる感じがしますね。で、7つ目、遠くない距離で、距離感ですね。この水平の距離感だね。これ一人一人によって違うと思うんですよね。ちょっと微妙に距離が遠い方が入っていく子供と、割と近い、距離の方が入っていく子供、これね違うんだよね。あの一人一人ね、なんて言うんだろうな、人それぞれに持ってる他の人に入ってほしくない領域とかっていうのがあると思うんでね。エヴァンゲリオンで言うと AT フィールドっていうの絶対領域なんて言いますけどもね。で、8つ目、静かにしかし迫力を持って、声のことですね。声のことね。あなたいいね、すごくいいよ、バッチリだよみたいなことをね、穏やかなこの静かなね、空間の中で言ったってダメなわけですね。静かに言うわけですね。声の、トーンもちょっと落とし気味でいいと思いますよ。今ね、ちょっとあなたにね、伝えたいことがあるんだけれどもね、ごめん時間取ってもらってね、悪いね、ちょっといいかなっていう形でね、こう伝えていくわけですね。一見叱られるのかもしれないっていうふうに思うっていうふうに言ってもいいかもしれないね、ニュアンスとしてはね。それぐらい静かな感じで迫力を持ってあなたにね伝えたいことがあるんだよっていうことを真剣に伝えていくっていうことですね。そうすると心にズキュンとね、子どもたちに伝わっていきます。じゃあ子どもたちに一体何を伝えんの、どういう内容を伝えたら子どもたちに担任の持ってる期待感が伝わるのって、ここが一番大事なんですね。せっかく環境が整ってもここで失敗したら意味ないんでね、今からこの超ピグマリオン効果の真髄、何を伝えりゃいいのかっていうのをお伝えしていきたいと思います。まずね、ダメなところから言いますね。よくないのはね、